さてさて、今回もね、なかなかこの忍者くんによる押し相撲大会が見られないので、これ何回も撮り直してんだけど、今回はね、ちょっと、衝動買いしちゃったんだよね。これタイフォンっていう機体なんだけど、これ自体はもともとガチャで当てて持ってたのね。で、このウィーバーってやつ。これが、800メートル射程のスナイパー武器だったのよ。で、俺はクライシスってほら足が長い雲みたいなさ、雲っていうかなんか、なんだろう。なんか変な動きするなんか、芋スナイパーの専用機体あったでしょ？あれに詰めるかなと思って、このウィーバー目的で800円出して買ってしまったんだよ。そしたらなんとこれ中武器でさ、芋スナ野郎は大型武器しか詰めないのね。うわ、しくった、金ドブだと思ってんだけどさ。まあ、しかもこれね、多分一発しか撃てないんだよね。で、これがもともと、セットになって撃ってたロボットは、待って待って。ここにいるはず。武器全部外したな。なんか多いな。クライシス多いな。そう、クライシスがイモスナね。ほら、いっぱいいるでしょ、イモスナ。で、いつかイモスナ軍団を結成してね、めちゃくちゃイモってやろうと思ってるね。これもまたイモスナ軍団にね、すごいのつけてんだよ、これ。活躍が楽しみ。ただ、この本体のレベルが低いからまだ活躍はできないね。だから新しいね、なんかロボットを増やすとね、その分なんか育成コストと育成する時間がかかっちゃうから、ちょっとなるべくこれから衝動買いしないようにしようと思うんだけど、なんかね、商売うまいっていうかね、いいタイミングでね、出してくんだ、これは。さっきの買った機体どこ行った？あ、いねえな。なんで？あれ？いないぞ？どこやったっけ、俺。タイフォンじゃなかったんだよ。まさか、一軍にいない？これ、一軍全然使ってないでしょ。これはね、ゲーム、特にこういう FPS とかね、こう、スポーツ系のゲームをガチでやってた人はわかると思うんだけど、このガチで強い奴らってさ、使ってると、ガチの、本当の真剣勝負ずっとやってなきゃいけないから、疲れてくんのね。だからどうしてもなんかこの二軍とかが、レースゲームもそうじゃん。なんかさ、グランツーリスモとかさ、なんか趣味で作った、あまりの部品で作ったものの方が面白くなってくるみたいな。これはリアルも一緒なんだよね。車が好きなやつとか、バイクが好きなやつとかさ、メインのマシンがあって、で、サブで買ったゲンチャリをなんかめっちゃ改造してレースに出てるとかさ、そういう人すごい多いの。あれ買ったやつどこやったっけな？売っちゃったかな、マスカ。いや、俺売らないんだけどな。あ、これ。あ、ちょっと待って。なんだ？違う。こいつ。これね、微妙なんだよね。53キロしか出ない。これ、53がマックスでしょ？もうマックスで止まってるでしょ、これ。で、これ以上速度は成長しないってこと、レベル上げても。53キロはすごい使い勝手が微妙な位置なんだよな。で、特殊能力もないし、これティア、紫色でしょ、これ。レベル1って書いてあるのが。ティア3なんだよね。こいつ微妙だな。まあ、なんか使い道あるだろう。で、結局、スナイパーガンもちょっと微妙だしね。まあ、そういうわけで、ちょっと、また押し相撲をやろうと思うんだけど、まあ、やっていこうか。今回は、どこのマップが来るかな。一応ね、このね、上のね、この PT、これプラチナ？これが1000溜まるの待ってんのよ、実は。これが1000溜まると、ノーデンスっていうタイタン変えるのね。まあ、やっていこう。とりあえず、障害物が、あんまりないマップの方が、俺はやりやすいかな。さて。おー、ここか。じゃあ、まず入って、特攻野郎 A チームで。特攻野郎 A チームといえばさ、ミスター T って、なんか黒人のやついたでしょ？モヒカンの、ね。彼と同じ髪型をしてるライオンがね、2013年ぐらいから南アフリカのクルーガー国立公園ってとこにいてさ、マポゴっていう、なんかその、マポゴ自然保護区かなんかにいたんだよ。ところがそのライオンたちさ、
普通ライオンってまあ多くても兄弟でなんか群れを組んで、それがまあ多くて、まあ大体、下げさせて、邪魔しないで、下げさせて。多くて大体ね、まあ2頭、3頭の群れなの。ところが、その、マポゴライオンズは、なぜか知んないけど、すごい多数で群れを組むのがそこの地域で流行っちゃって、それを最初にやったのが、そのマポゴブラザーズってやつなんだよね。で、6匹いるの。6匹いてさ、その中にいるあのミスター T とキンキーテイルっていう名前を付けられたね、ライオンがさ、めちゃくちゃ凶悪なのよ。なんと、その2匹だけで、そのクルーガー国立公園の、あのライオン、200頭ぐらいぶっ殺してんだよ、ね。もちろん全部オスライオンね。めちゃくちゃ凶悪なの。で、それで、ドキュメンタリー映画がさ、BBC かなんかで制作されててさ、マポゴライオンズって見ると面白いよ。で、そのライオン同士のさ、喧嘩が結構悲惨でさ、オスのライオン同士、頭なくなった。あのさ、オスのライオン同士ってさ、やめろ。よし。なんかね、まず最初にね、金玉を攻撃するんだよね。うわ。だからなんかこう、オス同士の喧嘩になると、まずいきなりなんかもう、後ろに回って、だいたいその、数で有利な方がね、いきなりなんか金玉引きちぎるみたいなさ、もうやばいよ、なんかライオンの世界って。もうなんかもう、休む暇もないわけよ。だよくなんか人間がさ、自然の中の方が動物は幸せだとか言うじゃん。俺はそうは思わないんだよね。実際ライオンなんかもね、自然の中で育てると、めっちゃ、一発しか出てねえ。自然の中で育ってると、寿命が10年ぐらいなの。でも動物園で飼育されてると、まあ、ほら、争いがないからさ。なんか、強くないこれ。争いがないからさ、20年ぐらい生きるの。あ、なんか来た、なんか来た。甘こく。今ね、シールドを回復するの待ってる、エネルギーシールド。左上のさ、緑のグラフあるでしょ？その下の黄色。これが回復すると、シノキックダウン以外は食らわないという。これ結構強くね？てか、タイフォンが強いのか。これレベル1だぞ、タイフォン。やっぱタイフォンだな。カウンターストライクとかね、そういう FPS やった人間にはやっぱタイフォンが一番使いやすいという。当たってる当たってる。これリロードなくていいな。強いよこれ。なんか音がバグっちゃったな。ほらほらほら。なんか何人殺した俺。何人やった俺。なんかこれあれかな。忍者くん撮影のやつだったけど、なんか忍者くんじゃなくてね、タイフォンがメインの動画になっちゃってるよ、これ。そろそろ忍者くんから死ぬか。そしてじゃあ忍者くん行こう。押し合い相撲だ。押し相撲だ。押し出し。鬼押し出し。で、なんだっけ、ライオンの話か。でさ、だからライオンってそれでね、大体オスはさ、オス同士のナーバル争いで破れて死んじゃうんだけどさ、そのやり方が結構えげつなくてさ、背骨折るんだよ、あいつら。まず金玉からまず行って、金玉を、潰した後に、なんかお互いにどうしていいか分かんないみたいな感じだったよね。ん？で、金玉をなんか潰した後に背骨を折るんだよ、相手に。で、その背骨折られた方がさ、もうさ、何もできないじゃん。で、そのままなんか合手していくだけみたいな。結構エグいんだよね。で、そのマポゴライオンズは結構名作だからね、俺は結構いろんな人にお勧めしてる。ライオンの世界厳しいんだぞと。だ結局ね、野生で生きるっていうのはそういうことなのよ。まあ、普通に考えたらさ、人間で言ったらさ、まあ、ヤクザかなんかでさ、常日頃、
命を狙われてる状況みたいな感じなわけでしょ。そんな状況にさ、いたらさ、それは長生きできないでしょ。ずっとストレス溜まってんだからさ。寝れないんだもん、はっきり言って。寝れないとやっぱ、動物早く死ぬからね。それは寿命も半分以下になっちゃう。なんか相撲にならないな。あ、真ん中取られてからこれ相撲できるな。よしよし、いいぞ。もしどうした来いよ。誰もいねえじゃねえか。なんか来たぞ。あいつ嫌な位置にいんな。こいつ頭だけ出てるから、ちょうど弾丸が俺の体に当たるんだよね。やられちゃうけど。どうしたどうしたお前ら。どうした。で、今どこが取られてる。青は、あいつが取り返しに来てるな。邪魔してやろう。これタイタンじゃねこれ。タイタンだ。もうなんだよ、お前。あなんかこう、生きってるザコヤンキーがなんか、一発でなんか本物の格闘家にやられたみたいな感じになっちゃった。さて、次はじゃあこれは、イモスナ。ダメだ、全然減らない。タイタン硬すぎる。航空母艦かな、援護支援。なんかあれだなぁ。没動画にするのに限って俺結構いい話しちゃってるんだよなぁ。今回はちょっとこれは没にしない方向でいこう。でね、あのね、実はその、野生動物の話に戻るけどね。草食獣と肉食獣どっちがいいかっていうと、まあ、日本、普通のに人間の感性で言ったら、まあ、肉食獣の方がほら、命の危険がないから、まあ少ないから、いいんじゃないかなって思うかもしれないけど、実は、肉食獣って、ちょっと待って、こいつ、リフレクター貼ってる。味方だから。肉食獣は狩りの成功率が高くても 20% ぐらいなんだけど、まあ要は5回に1回成功するかしないかでね。で、6回目失敗したら餓死するから。で、草食動物は代わりに、餌が逃げないからね。だからまあ、その分まあお気楽ではあるんだけど、あと種として あの成功してるかしてないかっていうのを考えると、あれだよね。なんだこいつ、なんだこいつ、近い、回復してんのか、間に合わないよ。負けたこれ。種としての、なんていうのかな、その、動物の本能としてさ、種の保存っていうのがあるよね。その種の保存に関して言うんだったら、まあ草食動物の方が圧倒的に優れてるわけよ。肉食獣は狩り失敗したら死ぬわけだからさ。実際なんていうの、昔のね、ライオン、いろんな種類いたでしょ。ババリーライオンだとか、アンコライオンとか。まああれも結構、ほら、獲物がいなくなって死んじゃってるわけよ。そういうことがあるからね。草食動物の方が安泰ではあるんだよ。で、同じ理屈で家畜もそうなんだよね。家畜もね、人間に、まあ、いわば寄生して生きてるわけよ。じゃあ、例えば牛とかさ、まあ、鶏とか豚とかね。人間の保護なしで生きていけんのって言ったら生きていけないわけよ。まあ、確実に殺される未来は待っている。でも、種としての保存は絶対に約束されてるわけよ。じゃあ分かりやすく言うと、例えば人間で言うとさ、君たちは自由だけど、9割5分の人、まあ、95% の人は貧困になると。もっとかな、97% ぐらいかな。で、何なんだこのこいつ。俺も逃げられたな。なんだ、わかんない。
なんで俺が負けんの、なんだこいつ。でも 97% はまあ負けると。なんかこいつチーターくせえな、強すぎだろ。でまあ貧困な生活を送ると。でまあ子孫も残せないし、まあねえ、それこそ一生彼女も彼氏もできない。でまあ低賃金でまあ苦労して生きていくと、まあ最悪餓死するかもしれないっていうのと、80年後に確実に殺されるけど、それまではなんかいい家に住ませてもらって、でなんだこいつ、でも睨み合いじゃねえかよ。家に住ませてもらって、なんか奥さんなりいいご主人なり用意してもらってね、でいいもの食わしてもらってっていう生活だったら、みんなどっち選ぶんだろうね。それはまあ家畜の要は生き方なんだけど、俺はおそらく自分が普通のね、その平民というかさ、家に何もないようなところで生まれたら、おそらく俺はそっちを選ぶね。80年間生きて確実に殺されるけど、それまでは幸せを謳歌できるんだからさ、その方がいいじゃん。だから俺はそういう意味で、なんかこう動物愛護とかさ、ビーガンとかなんか言ってる人たち、ちょっと本当に動物の気持ち分かってんのかなって思うよね。動物からしたらさ、厳しいんだから自然の中で生きてるの。なんこいつ見えてんの、俺は。もう俺が見えてんのかな。なんだよ、やんのか、俺。やんのか、俺。押すぞ、押すぞ、ほら。押し返してきてる。やんのか、俺。お前。やんのか、あ、やんのか、お前。ダメだ。こっちから強い。押し出せない。違うけど。よしよしよし。あー、またこのチーターっぽいやついるな。こいつ強いんだよな。で、ここを取ると。ビーコン嵐。あー、タイタンがいるよ。気づくな、気づくな。お前絶対こっちに気づくなよ。ストーブ焚くなよ。ストーブ焚いたら終わるからね。とりあえずタイタンを避けるために、一回真ん中に戻るわ。このタイタン俺が見えてないの。バカめぇ。バカめぇ。向こうのタイタンがやばい。見えてるかもしれない。意外と早い、なんかあいつ。早い早い、何こいつ。一回ここをキープして、もう一回街中を出してにチャレンジするか。さっきのね、なんかあの、まんじゅうみたいなやつを、ちょっと、勝負しに行くかな。さっきさっきいるかな、まんじゅうやろう。あ、いねえよ。やばいやばい。車線が。あいつ絶対チーターだろ。名前なんだ、パイロットなんとか01。よしよしよし。で、このまんまもう一個も取りに行く。でも多分負けるな、これ。なんだろうな。ビーコン支配率はこっちの方が勝ってんのにさ。なんで負けるんだろうな。ほら、チーター来たぞ。絶対俺のこと見えてるからね。動き変じゃん、これ。ほら、こいつ。名前なんだっけ、って。名前が。忘れちゃった。名前はよくこいつはこいつ。なんとか01。ほら、変な動きしてんじゃん。もうチーターだよ、これ。報告してこう。なんとか01、なんとか01。こいつか。パイロットマシ01。フィリピンの人だね。フィリピンでチーター。633でゴールドリーグ、いやこれありえない。600だったらもうダイヤモンドだよ普通で。しかもさ、これさ、おそらく全部金かかってないな、こいつ。まあそんなとこだね。よし。